台風10号の影響で運転を見合わせていた JR 指宿枕崎線の山川と枕崎の区間が今朝から運転を再開しました。JR 指宿枕崎線では先月末の台風10号による倒木などの影響で山川と枕崎の間で運転の見合わせが続いていました。このため JR 九州は代替バスを運行させていました。その後安全が確認できたとして今朝から運転を再開しました。通学に利用する高校生からは安堵の声が聞かれました。JR が再開して、学校もちゃんと来れるようになってよかったと思います。バスだと早起きしないといけなかったんで、ちょっと起きる時間が少し遅くなって嬉しい感じです。 JR ができてよかったです。朝から友達に会えるし、親にも迷惑かけないのでよかったなって思います。鹿児島中央と山川の間でも本数を減らして運転していましたが、今朝の始発から通常運行に戻っています。